今ここに知らしめてやろうではありませんか。暇だ。はあ、FF15 とウォッチドッグスにも解いちゃったし、BF1 に戻ろうかしら。ああ、でもみんな今いないし一人で実況するのもなぁ。ていうかこの話って実況プレイ中の私らとリンクしてんの？全くの別設定にした方がいいんじゃない？まあそんなことよりこの暇さ加減をどうにかしないとなぁ。とりあえずマリさん家にでも行ってみよっと。覚悟はできてるんでしょうね、マリさん。へ、上等だ。やってやるぜ。何これ、やべえよ、とんでもないタイミングで来ちゃったよ。一体何があったのかしら。しかも同機械同士の戦いとは思えない効果音なんだけど。ちっ、パチュリーのくせになかなかやるじゃないか。魔法で戦いよ。あら、あなたに私の実力を見せたことなんてあったかしら。俺たちの実力なんて知らねえよ。ふん、負け惜しみか。ならこいつでとっとと決めてやるぜ。あかん、それいろんな意味で当たんやつだ。マリサなんでも反応？マリサマジでもう再現できないからその辺でやめてあげてー。マスター、すまねえベジータ。どうかされましたかお嬢様。あれ、ふむ、まだ昼間なのに。流れ星でしょうか。てか近くに落ちるわね、あれ。はい。に、あれ、あっちの方角って。へ、ざまあ見やがれ。ああ、パチュリー、なんだ霊夢、いたのか。ちょっとマリサ、今のは色々とやりすぎよ。なあ、兄ちゃんと加減したから大丈夫だって。いや、あれ加減できる技じゃないから。随分余裕ね、マリサ。それと霊夢、久しぶりね。な、なん、だと爆弾の81、弾空。お前もパクるんかーい。そ、なんてこった、栄翔破棄の弾空で止められるなんて。もしかして私がおかしいの？もっとも、こちらもハッケロなしで売ってんだけどな。加減ってそういう意味だったの？で、どうするのマリサ、このまま続けるのかしら。ち、わかったよ、霊夢もいるしな。あなたにしては賢明な判断ね。これ、これでいいんだろこれで。ちょっと待てー。もしかして喧嘩の理由って。そうよ、マリサが盗んだ本を返してくれなかったからよ。失礼な、無期限で借りてるだけだぜ。待て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 、なんだぜ。あれを見ろ。何あれ。おお、なんだろあれ、面白そうだから見に行こっと。その辺になんかいいネタは落ちてませんかね。あやや、なんだかネタの匂いがプンプンしますね。行ってみましょう。なかなか綺麗な花火ね。我ながらなかなか大した威力だぜ。違う、私が言いたいのはあれどうすんのってことよ。やったのマリサだし、私は知らないわ。あ、あっちは人里方面じゃないから大丈夫のぜ。山が吹っ飛んだ感じなんだけど本当に大丈夫なの？とりあえず目的は帰るわけなら私は帰るわ。おう、また今度本借りに行くぜ。くんな。そういやお前は何しに来たんだ霊夢。暇つぶし。そんな理由で突然来られても困るぜ。そんなこと言わずにさ。たく言うしょうがないな。と言っても今うちにも暇つぶせそうなことないしな。あ、じゃあ高馬館行こうぜ。ちょうど読む本がなくなっちまったとこだしさ。うん、見てたから知ってる。まあいいわ、それじゃあ行きましょうか。おう。あなたなの、さよならしてからまだ30秒しか経ってないじゃない。何言ってんだ、ちゃんと30分は経ったことになってるんだぜ。どっちにしても再開早すぎるわ。せっかく出番が終わったと思ったのに、これじゃあゆっくり本も読めやしないわ。なら私に出番分けてくんない？私にその権限はない。あんたらさっきから揃いも揃って寝たいこと言ってんじゃねえ。俺見り合えたのか。そりゃ私んちだからいるわさ。っていうかあなたたち一体何しに来たの？本を借りに。暇つぶし。帰れ。マリサのは普通じゃない？勝手に持ち帰るやつに貸すものはないわ。また盗まれてたんだ。てか暇つぶしで来られても困りますよねお嬢様。同じこと言わないでくれる。何言ってんのあんた。また突然現れたな。画面外でスタンバってたわ。最初からレミリアと並んでればよかったんじゃね。モデル配置もね、結構めんどくさいのよ。並べてこなくてよろしい。あーごめん
面昨夜は私が悪かったわ。あまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。いや、その強い言葉で昨夜撃沈しちゃったんだけど。あんたらもう私の邪魔したいだけよね。てかお前初登場初っ端から主に向かってため口とワイド上ね。あははいやだな、明るい高魔感情区ですよ、お前様。って、申し訳ないけどここには暇を潰せるようなものはないわよ。そのようだな。まあネタがない割には尺稼げたからよしとしましょう。今すぐそのネタ一気を黙らせるっていうネタを作ったろうかこら。さて、ここもダメとなると次はどこに行こうかしらね。そういえばさっき流れ星が落ちたみたいだけどあなたたちは見てた。あ、復活した。てかあなたまでコア踏みつけないであげて。まあまあ細かいことはいいじゃないですかお嬢様。で、流れ星なんだけど。流れ星？そんなのあったか？さあ、私たちはそんなの見てないけどどこに落ちたの？人里と反対側の山の方ね。あれ、それって、どうしたんだぜ？マリサがやらかしたやつね。暇つぶすならそこにでも行ってらっしゃい。気になるから私も行ってくるわ。わかりましたお嬢様。お気をつけて行ってらっしゃいませ。あといい加減足どかしてあげて。コアが死んじゃう。ふん、このレミ作に混ざって映ってるんだからこれくらいさせてもらわないとですよ。悪意しか感じない。私の会話死んだしかよ。マリサ、その本ちゃんと賭けに断ったんでしょうね。え、な、いつの間に。もしかして呼吸するかのごとと撮ってるってこと？グーグー、ここを通りたければ私を倒していくがいい。投手が門番片付けちゃってここのガード大丈夫なの？まだ昨夜と賭けがいるから大丈夫よ。フランを忘れるなよ。あくまでもガードとしての話よ。ああ、なるほど。